そこの車止まってください。げっ、絶対に逃げ切ってやる。レシオタイム。俺の名前は高田、どこにでもいるごく普通のサラリーマンだ。もしもし。ああ高田か、久しぶりだな。大学時代の友人から久しぶりに電話がかかってきた。要件はたまにはみんなで飲まないかというものだった。おーいいな、たまにはみんなで飲もうぜ。じゃあ日程調整してまた連絡するよ。大学を卒業してから友人たちとはなかなか会えない。久しぶりにみんなで飲むことになり、俺はウキウキしていた。昨晩歩いていた男性を乗用車が引いてしまう事故がありました。調べによりますと、乗用車の運転手からアルコールが検出されており、飲酒運転で事故なんてバカなやつもいるな。だな、まあちょっとした距離なら大丈夫って思っちまうのかもな。まったくバカな話だな。最近は昔以上に飲酒運転に対して法律が厳しくなっているらしい。飲み会当日、運悪く仕事が入ってきてしまった。俺は友人に遅れると連絡を入れて急いで仕事を片付け始めた。くそ、このままじゃ遅れちまうな。遅れるって連絡しておくか。文句を言っても仕方ない。俺一心不乱にパソコンのキーボードを叩いた。やっと終わった。よし、さっさと帰るぞ。俺は仕事を終え、早く飲み会に合流しようと急いで家に帰った。当初はバスで行こうと思っていたのだが、俺の住んでいる地方都市ではもうバスがほとんどない。仕方ない、車を使うか。帰りは代行を頼もう。よー、お前ら悪いな、遅れて。やっと来たか。みんなもう飲んじまってるぞ。久しぶりに再会した友人たちは少し老けていたが、話をしているとなんだかあの頃に戻ったかのようだった。うちの上司まるで使えなくてさ。そんなのどこの会社も一緒だよ。いや、うちの上司は輪をかけて使えないな。上司の愚痴や仕事の愚痴など、俺たちは互いの近況を報告しながら酒を飲んで話をしていた。あ、もうこんな時間か。そろそろ帰れないとな。そうだな、もう遅いしな。高田、何で来たんだ？車で来たから代行だな。飲み会は12時前にお開きになり、俺たちは店の前で別れることになった。じゃあな、また飲もうぜ。おう、気をつけてな。さて、代行を呼ぶか。でもそこまで酔ってないし、代行って結構高いんだよな。代行で帰れば4000円ほど金がかかってしまう。それにここから自分のアパートまでは近い。俺はそう思った結果、こんなことを考えていた。少しくらいなら運転しても大丈夫か。この状態で運転したら完璧な飲酒運転だろう。しかしバレなければ大丈夫だろうと思った俺が車に乗り込み、エンジンをかけた。やっぱり大丈夫だな。そこまで酒を飲んでいなかったし、意識もはっきりしていたので、いつも通り俺は運転をして家に帰ろうとしていた。しかし、そこの車止まりなさい。け、パトカー。俺は驚き焦ってしまった。今職質なんて受けたら俺はおしまいだ。俺はなんとかこの状況を打破できないかと考えた。仕方ない、逃げよう。ここで捕まったら俺の人生が終わる。絶対に捕まるわけにはいかない。俺は酒が入っていたせいか適切な判断ができなくなっていた。パトカーとの距離も広がり、逃げ切れると思ったが、くそ、これじゃ逃げられねえ。俺はもう無理だと思い、車を止めてバレないようシラフの演技をすることにした。
ごめんね、呼び止めて。最近ここら辺で不審者が出てね、事情を聞いて回ってたんだ。お兄さん何か知ってる？いや話に夢中でそこまで酒を飲んでいなかったのが幸いし、俺はあまり酒臭くなかったので一発でバレることはなかった。なんかお兄さん顔赤くない？少し風邪気味なんです。そう、悪いんだけど免許証とあと一応アルコール検査受けて。飲んでませんよ。失礼ですね。本当に？俺はアルコールが検出されないように願っていたのだが。基準値を超えてるよ。あのね、酒を飲んだら運転しない、子供でもわかるでしょう。なんでこんなことしたの？ちょっとしか飲んでないから。ダメだよ、そういうのが大事故につながるんだよ。まあ事故が起こる前にこうして逮捕できてよかったけど、これで事故なんて起こしたらあなた大変だよ。はい。酒気帯び運転で捕まってしまうと3年以下の懲役か50万円以下の罰金を取られてしまう。まあ初犯だし執行猶予もつくだろう。はい。すいませんでした。この頃にはもうすっかり酔いなど冷めていた。さらに俺は違反点数まで加算されてしまった。幸いにも俺の検査値は 0.25mg 以下だったので点数は13点引かれた。一発で90日間の免停だが、免許取り消しを免れたのが唯一の救いだった。まさか自分がこんなことになるなんて。ちょっとだけなら大丈夫だと思ったのだが、やはり悪いことをするとどこかで誰かが見ているようだ。あのね、飲酒運転でトラックが小学生を引いてしまった事件もあるんだ。君は軽く考えてるかもしれないけど、かなり重大なことなんだよ。はい、分かっています。その後俺は警察から罰金30万円を言い渡されてしまった。出費は痛いが仕方ない、俺は罰金を払った。しかし会社で俺の飲酒運転のことでみんなが噂をしていた。しかも90日間も免許が使えないのは本当にきつい。仕事もまともにできないのだ。理由は車で移動するのが盛んな田舎の会社だからだ。運転できないと仕事にならねえよ。飲酒運転は大事故につながりかねません。飲んだら乗るな、飲むなら乗るなを意識しましょう。お酒を飲んだら判断力が低下し視界も悪くなります。酒気帯び運転では基準値が 0.25mg を超えると点数が25点になり一発でアウトです。お酒を飲んだ後に運転するのは絶対にやめましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。